道館を守っていた芝氏、巨著、石田三成は、信じがたい光景を目にしていた。英雄たちが、奪旗と共に攻め寄せてきたのである。さらに芝氏は、敵軍の中に、最も身近な者の姿を見出していた。弟の芝生である。弟は、何らかの事情を抱えているのだろう。しかしそれは、自分に課された使命と関わりのないこと。芝氏は仲間たちの先頭に立ち、迎撃の体制を整える。信念のもと動くならば、その強さを戦場に示せ。認め、信じるからこそ、苛烈にぶつかることもある。交錯する思いが、道館を大きく震わせた。ダッキと組んで攻めてくるとは、腹が読めんな。向こうには芝生もいるみてえだな。話し合いでどうにかできたらいいだども。ダッキはかつてオロチの参謀を務めていた。翔は何故あの女に組みしているのか。だが理由がどうであれ、剣を取る以上は敵。翔らの言い分は戦場にて問おう。お前がそれでいいなら俺も依存はない。容赦なく叩き潰すまでだ。ぐずぐずしてはおれん。行くぞ。この高ぶり、お前。先導が人をたばかり兵を起こすか。ダッキめ、何が狙いだ。向こうには変な奴らじゃねえ、普通の奴もいるぞ。なんでだ、おいらたち普通の奴とも戦わなきゃならねえだか。翔、何が起きようとしているのか。今はこの刃で問うほかあるまい。行くぞ。敵にどんな意図があれ、打ち砕くまでだ。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。いやん、宗妃さんたらやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。逃がさんぞ。奴らがダッキに組みする意図を私の剣にて見極めてやろう。ダッキは道館に籠城中とのこと。小ざかしいことを。運艇を設置する。工作兵を呼べ。工作兵はすぐには来られまい。今は前線の砦を堅守するのだ。ダッキに気にしている。この状況でゆっくり説明できるか。相手と降伏したらどうだ。断る。理由もなくバカ殿に降伏などに入っている。そんなとこまで来てる。やってるだ。工作兵が立ち往生しているようだな。我々は侵入路の確保に向かうぞ。工作兵は任せた。私は陽動によって敵の目をそらすとし。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。受けろ。どうなど肩払いたいわ。いや、押されてる。
敵も無能の寄せ集めではないようだ。敵の冷める戦ぶり見事。見過ごされるかと思いましたわ。さあ、あれ、おやりになるようです。ってことが、そのまま負けではない。もう終わりか。怖い敵将だ。さあ、侵入路を確保しただよ。これで工作兵が来られるぞ。ご支援ありがとうございました。より運転設置の準備に向かいます。さあ、巨女殿といえど、ここは通せませんよ。おのれ、なんで女房が邪魔するだか。死に組み尽くすんです。私には不要です。そうか、俺の上を行く者はいないのだ。これより運転の設置に取り掛かります。さあ、ここを通りたいの。だったら私を倒してからにして。ここは引くしかなさそう。運転がかかっただよ。電気に攻めるぞ。極めさせてもらうぞ。撃てろ。さすがは父上、兄上、王妃様、一筋縄ではいかないか。もう終わりか。弱い敵将だ。今がこう。全軍、敵本陣に攻め込め。さっきは奥に壊す。山中で道を開けて。あっちを捕らえよ。敵塞がる者をまとめて撃て。
死ぬがいい。ねえ、僕と戦おうよ。バカの相手をしている暇はないんだよ。僕に押されてる？変だな。愚かなり人の声。無謀と知りてなお我の前に立つか。我々とてここは引けんのでな。来るな。悪魔しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。さすがのお働き。これで敵も慌てましょう。している暇はないのだ。期待通りの働きだ。砕かれるのと裂かれるのどっちが好み？バカの相手をしている暇はないのだよ。負けちゃった。お前たちの目的聞かせてもらおう。めんどくせとはもう言わせん。説明してもらうぞ。この戦いの勝利に俺の答えなどない。おう、翔よ、お前たちは未来から来たと。ええ、あ、説明は少し面倒なんですが。手間を惜しむな翔。お前のなすべきことは分かっていよ。信じてもらえないかもしれませんが、この後人間は強大な敵によって敗北します。その未来を変えるために兄上たちの力を借りたいんです。口頭無形な話だが、翔、その言葉信じるとしよう。兄上。どうせそのようなことだろうと思っていた。宗妃と曹操は動けんが、俺たちが協力しよう。宗妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた証だ。せいぜい期待に応えてみせろ翔。頂点は近いな。